あ、マリサ、こんなところにいた。ムクムク鳥を観察してたんだぜ。本当に好きだねー。こんな狭いところにびっちりいたんだ。でもそろそろ仕事の時間だよ。おう、今行くぜ。今日は私の番だからな。それで今日のプランはあるの？もちろんだぜ。今日は商業地区を作ろうと思うんだ。それは楽しみだね。よし、それじゃあ、早速着手しよう。霊夢の作った居住区の迷路小道とは反対側に伸ばしていくぜ。うん、商業地区は騒がしくなるから、住民もその方が嬉しいよね。そう思ったんだぜ。では地層どんどんポコっていこう。ポッコポコにしちゃってよ。お、これが焦点になるのかな？ふっふ、まだまだ基礎作りの段階なんだぜ。なるほど、少し高さを出していくんだね。そうなんだ。そして、シンボルとなる塔を建てよう。星型だから目立つね。お、これはどうなるのかな？おう、メインの通りは、こうして階段状にしていこうと思うんだ。ほうほう、なかなか面白くなりそうだね。へへへ、でもまだまだ、これからだぜ。階段状に連なる通りに沿って、商店が並んでいるんだ。あれ？なくなっちゃったよ。商業地区だから、もっと明るい雰囲気にしようと思ってな。ちょっとカラフルにしてくんだぜ。わ、旗がすごい並んでて、これはワクワクするね。まだまだ行くぞ。すごい、どんどん旗が並んでいく。ふっふ、この商店街はとっても派手好きなんだぜ。よし、メインストリートはこれくらいにして、お客さんが歩き回れるようにしっかり整備していこう。く、でも階段をうまく作るのがなかなか難しいんだぜ。こんなもんでどうかな？うん、ちゃんとできてるね。これなら行きたいところへ行けるよ。そしたらもう少し整備していこう。そして、さらに店を連ねていく。なかなかの規模の商店街になってきたんじゃないかな？彩りも鮮やかだから、とっても心が躍るね。早く歩いてみたいな。でも、その前に裏側のテラス部分も整備しないと。こちらもちゃんと登れるように階段を用意していくぞ。よし。うん、こんな感じで大丈夫そうかな。そしたらこちら側もさらに建築していこう。あとは、ここを仕上げれば、テラス部分も完成だ。あれ？完成したんじゃないの？そうなんだが、重要なものを追加しようと思ってな。重要なもの？なんだろ？まあ見ててくれよ。あ、庭園だ。そう、買い物で疲れたお客さんが休める庭園を作りたかったんだ。さあ、これで完成だから、早速歩いてみようぜ。うん、楽しみだね。この街に新たな商業地区が完成しました。入り口の島を抜けると、目の前にカラフルな島が広がるでしょう。このカラフルな商業地区は、全体が3つの部分に分かれています。1つは、商店が立ち並ぶ4つのストリート。2つ目は、その裏に広がるテラス。そして、3つ目は休息ができる庭園となります。それでは、まずはメインのお買い物ストリートに行ってみましょう。こちらは、階層ごとに色分けされた商店が立ち並ぶ、4つの通りでできています。この暖色のグラデーションが綺麗だねー。私は好きだよ。ふっふ、さらに旗好きの霊夢も喜ぶ。この通り一面にかけられた旗を見よ。うわ、これはすごいねー。歓迎の塔を超える旗の数だね。しかもこれならば、もう洗濯物とは言わせないよ。私もこれなら旗と主張できるんだぜ。
さあ、無数の旗の下をくぐり抜けていこう。通りは段差があるので、しっかりと移動用の階段も用意しているんだぜ。上り下りは大変だけど、ここなら楽しくて忘れちゃうね。うん、それに階段を上り切った先は、テラス部分となっているから。海風の吹き抜けるこちらのテラスで一休みもできるんだぜ。ベンチもあるからゆっくりできるね。それにこちらの双眼鏡から街を眺めたりもできるし。少し広めのこのテラスからは、蝶の教会や歓迎の塔も眺めることができる。さらに眺望を求める方には、この島の中央にあるこちらの先頭に登ることもできるので、こうして街全体を眺めることもできます。ここは今一番高いからね。もう少し静かに休みたいという方には、このような庭園も用意しています。ショッピングの喧騒から離れてのんびりしていただけるでしょう。ただ水路で分断されているので、こちらの端からしか行けませんので、ご注意ください。さあ、以上が商業地区となる、通称カラーストリートです。彩り鮮やかでワクワクするから、必要以上に買い物しちゃいそうだね。ふっふ、ちゃんとそれも狙いなんだぜ。おお、マリサが考えている。失礼だな。でもカラフルなだけが魅力じゃないんだぜ。こうして、日が暮れていき、さらに日が沈むと、明かりが灯り、昼とは違った落ち着いた魅力を見せてくれます。これはまた違う雰囲気だから、夜も来たくなるね。いろいろなエリアと姿を持つこの地区に、ぜひ遊びに来てください。次回はまた私が頑張ります。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。